最近いいもんな。くれてるもん。いやあれですよ。何で何で。こらへんや全然お前。伸びてもこの辺。勘違いすんなよ。厳しいっすね。ホームラン打っちゃう大丈夫。ああさすがです。打たくていいんだったら。それは一人。
てるんだ、半端やな。さすがです。さすがです。はっきりねー。ちょっとこう、ビビビビってなってた。俺伸びたすんだ。伸びた伸びた。
仕切り、押し切りで、押し切りで、お酒、よし、よく粘った、はい、よく粘りました、よしです、ナイスピッチ、絶対俺ヒーローじゃねえ、いや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 、ロッカーに知ったわかんない、これ違う、ダメでしょ、いやいやいや、初回の初回の満塁から2点で返ってくれっていう、あれ初回5連打からね、結局6回にして、逆に5連打で2点で済んでるさ、だからすごいっしょ、ナイス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 、ナゼロ、普通に本当に俺ヒーローで、いや、せいや、絶対俺ヒーローじゃねえよ、今日なんで見知ったよ、なんやかんや、なんやかんやにしてほんまに、ほんまになんやかんやにしてほんまになんやかんや、いや、あそこから厳しい4回知ったらすごいやにしてさすが、まあ、最後行かなかったすごいよ、もういつでも大丈夫です、ついてるな、お疲れ様です。ナイスゲームでした。ご自身のあのホームラン振り返っていただいていかがですか。もう最後です。はい、あの打った瞬間の感触っていうのはどうですか。いやまあまあ深いところだったんでね、いい感じに伸びてくれて、はい、良かったです。まあ、それまであのなかなか東郷選手打ちあぐねている中での一本だったと思うんですけど、そこら辺に関してはいかがですか。そうですね、本当にいいピッチャーなんで、本当に。そこで仕留めれたのは本当に大きいと思いますし、はい、まあ、最高です、はい、明日から勝負の9月になるのかなと思うんですが、そこら辺に関して意気込みいかがですか。もう今日本当に、ね、みんなでつないで取った4点だったんで、本当に勢いに乗って9月勝負だと思うので頑張りたいと思います。ありがとうございます。ナイスホームランでした。